現代に暮らしていた高校生の三郎はひょんなことから戦国時代にタイムスリップしてしまい、どうだ、おぬし、その顔。ああ、そうだ、俺に似てるんだ。そなた、その凛々しい面を生かしてわしの身代わりになれ。なんと織田信長として生きることになったのです。あれ、戦国の世にタイムスリップしてしばらくすると三郎は織田家の家督を継ぐことに。しかし、うつけ者と評判の三郎に懸念を抱く者数知れず、尾張国内では次々に反乱が起こっていました。大河ドラマ？殿、殿に続け。三郎自ら先陣を切り、各地の乱を鎮めるべくそれなりに努力したのですが、殿、殿、常置、殿のお姿が見えぬが。あ、その奥方様を連れ。またデートとやらか。はい、そのデートです。まったく、あのお方は当主となられたというのにまだそのようなことを。それだからいつまでたっても殿に反発する者がおるのじゃ。ずいぶんにぎわっておりまするな。うん、関所とかいうのなくしてよかったでしょ。はい、確かに領内の関所を廃止し国境が開放されたことで人が集まり、この尾張はより豊かになるやもしれん。はい、しかしその裏を返せば、つまり他国からの患者や資格の類もこの領内に以前より侵入しやすくなったということではないか。それはまあ、はあ、今まで以上に殿の身辺も警戒を強めねばならぬというのに、デートなどと。しかし殿には大望がござりまする。今の殿であれば何かを成し遂げてくださる、そんな気がいたしまする。そちはすっかり殿に理解があるの。はっ、それがしは若いゆえ頭が柔軟にござりまする。でなければあの殿について行けませぬ。うん、どうせわしは頭の固い年寄りじゃ。はい。何？あ、みんなこっちへ来てみろ。なんだなんだ、槍を持っておるぞ。背の前でやめておくれ。喧嘩など売っておらぬわ。いや、あんたは俺にわざとぶつかってきた。わざとぶつかってきたのはお前の方だろうが。まあ、どちらが先にぶつかってきたのかなど、そんなのどうでもよい。はあ？もはやこの場を収めるには腕で決着をつけるしかあるまい。前からずっと織田信長様に憧れ、必ずやお仕えしたいと願っておりました。犬ワン、ワン、さよう。
いい反応だ。雇ってくださるのでございまするか。うん、いい名前だよね、犬千代。この犬千代、信長様のために身命を賭して働きまする。で、そちらのお兄さんは。それがしは、さっさなりまさと申す者。それがしも、いずれは信長様にお仕えできたらいいな。採用。え、どうなったら、またそのように簡単に。だってなんか強そうだし。 ありがたきお言葉、恐れ入りまする。あ、お腹すいた、帰ろ。殿様に気に入られれば召し抱えてもらえるという噂は本当らしい。わしらも掛け合えば雇ってもらえるかもしれんぞ。あれが織田信長。聞きましたぞ殿、また柄の悪い連中をお召し抱えになられたそうな。元気いいから雇ったんだよ。それでも不用意に人を召し抱えるのはおやめくだされ。中にはよからぬ企みのある者が。そんなこと言うな、みんないいやつだ。多分よく知らないけど。そんないい加減な。細かいこと気にしてたら天下なんて取れないでしょうが。天下などまたそのような大口を。だって天下を取ることが信長の使命なんだもん。何をお考えですか、平手殿。かような者ども大勢集め。柴田勝家、織田家筆頭家老にして一番の猛将。集めたわけではない、勝手に集まってきたのじゃ。ではいかがなさるおつもりか。我らが面接するしかなかろう。古参のせめてもの務めじゃ。次の者、これは。っ、それがし、森井義成と申す者。信長様は近い将来必ずや立派な武将におなりあそばす器。ぜひとも信長様にお仕えいたしたく長谷参事申した。父上、頑張ってください。俺も仕官したい。兄上はまだ子供ではありませぬか。黙れ乱丸、お前に言われとうない。あう、うん、採用だ。殿のために励めよ。はっ。やった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 。次のもの、これ。どうも。名は田原伝次郎って言いやす。家の商いを手伝っておりやす。商人の子か。はい、ここのお殿様は身分に関わりなく召し抱えてくださるって聞いたもんで。すまぬが、そっちを雇うことはできない。え、そっちは武士には向いておらん。直ちにこの尾張を立ち去れ。危ないかな、これ。腐ってないよね。お、賞味期限は長っ。ああ、うまっ。ん？あ、いる？おいしいよ。殿、
一体それは何にございまするか。え、ベビースター。ベビースター。うん。食べる？あ、いえ。なんで？今食べないと、もう二度と食べられないかもしれないよ。なんともしょっぱい。それでいて、えも言われぬ風味が口いっぱいに。白いご飯が欲しくなりますね。グルメリポーターみたいだね。グルメリ、お、ジー、面接どうだった？元気のいい人いっぱいいた？はあ、お疲れ様でした。さあさあ、これでも食べて疲れを癒して。はあ、いただきまする。いかがされましたか、平手様。歯が。歯？年寄りにはちょっと硬すぎます。ごめん。老いぼれてもさすがは織田家の筆頭家老。平手に見抜かれたか。ああ、すぐにバレた。で、駿府の様子はどうだった？上洛の準備は着々と進んでいる。あとはその頃合いだけだ。吉本公はお前からの知らせを心待ちにしておられる。なんと、今回召し抱えた者たちを見たいとおっしゃったのは殿のはず。それがおいでになられないとは。今日もデートとやらでござりまするか。お元気になられて何よりですが、あまり度が過ぎますと下の者に示しがつきませぬ。織田家の知恵袋、丹羽長秀。殿にも何かお考えあるに違いない。平手殿、そうでござろう。わしにも殿のお考えはわからん。え？じゃが、殿は断じてうつけなどではない。ただわしらに理解できないだけなのじゃ。それをうつけうつけと蔑まれ、わしはそれが悔しいのじゃ。冷えた。エネルギーチャージ。殿はいろいろと不思議なものを持っておいててございまするな。これジーにあげようと思って。硬いのダメでもこれなら飲めるだろうし。殿はお優しいですね。ジー、平手殿は今しがたお帰りになられましたが。お、そうなんだ。あ、これジーのセンスだよね。お忘れになられたようですな。下の者に届けさせましょうか。いや、俺が行ってくる。渡したいものあるし。行ってきます。殿。Thank you.
てこっちでよかったんだよね。じゃが殿のお命を狙っておりまする。 すぐに城にお戻りくだされるぞ。じい、しゃべんないで、血が止まんないよ。何、じいの小言もこれが最後？分かったよ、だからもうしゃべんないで。殿、好きなように生きなされ。そしてあなた様にしか見えぬものを皆に見せてやってくだされ。殿。し天下を取りなされ、誰にも「うつけ」などと呼ばれぬように。天下を。その後、三郎は平手の死を監視として発表しました。監視とは、家臣が自らの死をもって主人の行いをいさめることです。平手殿が感心なされたとの知らせにござります。何も地位が腹を切らずとも、いつまでたっても奔放な振る舞いが収まらぬ信長殿に胸を痛めておられたそうで。平手様の。平手様が腹を切っても殿のうつけは治らぬ。ああ、さっさと仕事に戻らぬか。はい。殿。はあ、生まれは百姓なのか。ああ、でも俺には商いの方が向いてると思ってな、針売りを始めた。縄、あんた縄何と言うんだ？おう、木下藤吉郎だ。藤吉郎、いい名だ。それほどでもないわ。いや、気に入った。俺がもらいたいくらいだ。
違っていたのか。どうも。